新戦士にある洋軍を背負う、陸秀夫最後の像、陸秀夫、昭教2年2月6日は、中国南宋末期の重臣、字は君蘇州炎上県庁立里の人、文、天章や、長与決と共に、南宋の三中心の一人、1260年、下挙に旧大し、新氏となる。1276年、バ馬ン率いる元の軍が、 南宋の首都のリガンに迫ると、和睦の交渉を進めて、国難を救おうとしたが失敗する。同年1月、リガンは、無欠解除し、協定は元に降伏するが、総王朝の滅亡を、潔しとしない、陸秀夫は、全皇帝土州の維持を連れ出して、リガンを脱出、南方に逃れ、超予決と協力して、亡命政権を打ち立てた。しかし、亡命政権は、 内部が安定しなかった上、1278年には皇帝として擁立した丹州が病死してしまうという非常事態まで発生した。このため、陸秀夫は丹州の幼い弟の栄養を,を皇帝として擁立し、自身は最小となってなおも抵抗運動を続けた。しかし、南宋残党を追撃する元軍の猛攻の前に、南宋の滅亡は決定的となり、 1279年の崖山の戦いにおいて自身の祭祀を殺した後、自分も妖廷と共に海に身を投げて自殺した。日本の壇の裏の戦いの兵士滅亡時の任意にと安徳天皇にも似た崖山における陸秀夫と妖廷の悲劇的な最後は現在においても多くの人々に相席の念を与え続けている。古くから伝わった僧局に、 崖山愛という曲目があるほどである。崖山を生き延びて、抵抗を続けようとした、超余欠もほどなく船のナンパで死に、南宋最後の抵抗は儚くもついえることになる。ありがとうございます。